どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さん極真聖帝オーディンという非常にかっこいいモンスターご存知でしょうか。まあ何度か動画にしてるんで、お分かりの方もいらっしゃるかなと思うんですが、極真聖帝オーディンっていうモンスターを立てる方法、これもう多分この動画が公開されている頃には多分スキルが修正されてるんで、多分もうなんか使えねえかなと思うんですけど、俺思いついちゃったんですよ。思いついた僕のモンスターカードっていうこのスキルね、これ修正、今このオープニング撮ってるのは3月の19日なんだけども、これどういうスキルかっていうと、デッキのレベル4以下のモンスターが6種類以上あると、なんか初期手札にレベル4以下のモンスターが3枚入る、絶対入るっていうスキルだったんですよ今までは。ちょっと修正後どうなるか分かんないんだけど、修正後 の使用マジで早くお知らせしろっていう話はあんだけどね。で、僕のモンスターカードでこれとバルキュリアと、他極性引くと絶対オーディン出るんですよ。これ天才じゃね、思いついた、俺は思いついちゃった。極性点バルキュリアっていうのはどういうことかっていうと、この、自分のフィールドにこのカード以外のカードが存在していなくて、相手のフィールドに、モンスターが存在していると、手札から、極性モンスター2体を除外してエインヘリアルトークンっていうのを2個生成するんですよ、レベル4ので。エインヘリアルトークンレベル4が2個生成されて、こいつレベル2の極性点チューナーなんですよね。だからもうそのスキルだけで極真聖帝オーディンが出るんですよ。これ天才じゃね。で今回何やっていきたいかっていうと、これ活躍させたいんですよ俺。ギャラルホルンっていう、これランク戦の報酬だったかな確か。これね、このカード、これちょっと意味わかんないこと書いてあるから見てくれる？このカードは墓地でしか発動できないと。はっていうだからこれまずね、永続トラップなんですけど、これ墓地に落とさないといけないんですよ、このカードを。で墓地に存在している場合、あの極真のモンスターに、要は魔法トラップ耐性、魔法トラップカードの方が受けないよっていう耐性を得られるよっていう。でこれ、このね、そしたらこのロマンのあるこの文章、発動後このカードを自分の魔法トラップゾーンに表が表示を置いて、3回目の自分のエンドフェーズ時に自分のフィールドの全てのモンスターの攻撃力の合計分のダメージを相手ライフに与えると。リンクスって4000しかいかないんですよ。だからオーディンのバンダメージで勝てるんですよ基本的には。で今日もう一個やりたくて、あの8000バンしたいんですよ俺。8000バンしたいので、オーディンってやる必要ないよ、やる必要ないんだけど、俺8000バンしたいと思ったから、これねメギンギョルズっていうね、これあの極真モンスターの攻守をターン終了上で倍にするっていう効果なんですけども、このメギンギャルズを、オーディンに打って8000にして、で、ギャラルホルンの方まで8000バーンするっていうそれがやりたいだけのために私、このデッキ組んでまいりましたので、早速ね、ヘブンズジャッジメント決めていきましょう。極真聖帝オーディンの召喚工場、俺一番好きなんですよ、かっこいいんですよ。お見逃しなく、デュエルスタンバイ。さあ8000バーンをぶち込んでいくぜ、デュエル。僕のモンスターカードはね修正にされますから、これこのギミックが使えるかどうか分かりません、これから。ただ僕のモンスターカード絶対極真出るんで、妨害なければね。極性点バルキュリアを召喚、バルキュリアの効果発動、手札から極性モンスターをゲームから除外し、エインヘリアルトークンを生成、そしてレベル4エインヘリアルトークンとレベル4エインヘリアルトークンにレベル2極性点バルキュリアをチューニング。北進の空にありて全知全能を司る王よ、今こそ正解の神々を束ね、その意向を示せ、シンクロ召喚、天鎮命を進めよ、最高神極真聖帝オーディン。長いシックの召喚工場投げんだよこいつ。そうバトルヘブンズジャッジメント。ちなみに効果はインフルエンスオブルーンと言います。あクリッター、なるほど、いいだろう、太陽の進化いいだろう。インティクーラか、インティクーラやなこれ。
ね、俺この召喚工場言うのめっちゃ疲れんだよ。この中一番長くね、これ召喚工場の中で。召喚工場なんて一番長い説あるわ。これギャラルホール落とします。でギャラルホール落として、これね、墓地でしか発動できないカードなんですよ。墓地でしかこのトラップカードは効果を発動できません。ただし墓地から発動して、このターン、極真モンスターが魔法トラップカードの効果を受けなくなるよと、そういう効果を持っております。ほん、いいだろう、セットいいだろう、ガウム製いいだろう、いいだろう。ほん、うん、ドロッ、インフルエンスオブルーン。マジ効果さっとしながら、クソ貴様やるの、貴様やるじゃないか。ただしその効果に変身、ギャラルホルンの効果発動。このターン、この極真モンスターは魔法トラップカードの効果を、このカード以外の効果を受けない。ショーラーショーラーバトルだ、くらえ、ヘブンズジャッジメント。お、これじゃなっけ、太陽の進化特殊か、なるほどな、なるほど、ターン終了。無限に耐久してくんな、あいつめんどくさいぜ。さあ貴様の命はあと2ターン、貴様の命はあと2ターンだ。はっ、ドロッ、あ、いいね、いいよいいよいいよ、いいカード来たよ、いいカード来たよ、いいカード来た、いいカード来たよ、いいよいいよいいよ、いい感じで、カード1枚セットしてバトル。こいつは殴ってもいいんだっけ、こっちの方がいいか。ヘブンズジャッジメント、お、食った。で次シンクロされるってことか、まあいいだろう、全く問題はない。これでカウンターが2に2個たまるぜ。ターン終了。見ていろ胸筋野郎。お、あ、来た、出ました。これは月影が出てくる方ですか。月影ですね、これ月影の方、なるほど。月影はなんか攻撃するとなんかあれですよね、あのライフ回復するみたいな、相手のなんか打点の半分だっけ、なんか回復するみたいな効果持ってますよね、月影流は。はい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 、いいです、全く問題ない、そんなカードは全く問題ない。なんでかって、次のエンドフェーズ、私のターンのエンドフェーズ、てめえのライフポイントは8000ポイント削られるからだ。ドロー、しゃあいいだろう。まずは極真聖帝オーディンの効果、インフルエンスオブルーン。そしてこの効果に転し、極性砲メギンドルズの効果を発動。ターン終了時まで極性モンスターの、極真モンスターの攻撃力、これ出しておこう、極性モンスター、極真モンスターの攻撃力守備力を倍にするぜ。とターン終了、ギャラルホルンの効果発動、くらえ。驚異の9200バーン。なんか8000ダメージドーンって食らうシーンないんだよ、このスキル。スキルっていうカード8000ドーンってなるシーンないから、急に勝つっていうね。ああ、これちょっと納得がいかん。さあ、おい、テレバタ、ふど、原作ではこれ熱き試合が展開されても、ちょっとあのあれなんですよ、チームラグナロクのあのキャラクター一人も実装されてないんで、デュエルリンクスで。ちょっとお前手が来んなよ。バルキュリア召喚、バルキュリアの効果発動。提供だから、極性カードを2枚ゲームから除外し、エインヘリアルトークンを生成、そしてエインヘリアルトークン2体にレベル2、極性点バルキュリアをチューリング。さあ皆さんご一緒に、北進の空にありて全知全能を司る王よ、今こそ世界の神々を束ね、その意向を示せ、シックの召喚、天地神明を据えよ、最高神極神聖帝オーディン、オーディンの効果発動、インフルエンスオブルーン。ヘブンズジャッジメント。おっ、何、何か強いカード入ってんな。いやー、この召喚工場好きなんだよな俺、世の中で一番好きだわ、極神聖帝オーディンの召喚工場、めちゃくちゃかっこいいもん、めっちゃかっこいい。リクレクター、何なんだこのモンス、何が出てくるんだこれ、ちょっとやばい、やめろって。なんか一応破壊されても、一回破壊されても、あのオーディンっていうのは蘇ってこれるんで、次のターンに。これが強いんですよね、
バスターモード加えていく。なんだ、何が出てくるんだ。いいぞ、ブルーナクでもなんでも。ブルーナクやめろ。あ、そうだ、ダメだ、バウンスダメ。ちょ、ブルーナクだけやめて。ブルーナクだけ、まあちょっとエンタメルームなんでブルーナク出していって、ワンバウンスみたいなことやってくる人は多分いないと思うんですけど。 6? え、ブルーナクはさすがにやめろよ、おもんないから。そういうさ、クソおもんねえから出すんじゃねえぞ。マイティーウォリアー、マイティーウォリアー、なんだっけ。戦闘破壊したモンスターの攻撃の半分のダメージを相手に与えると。なるほどな、はい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 。まあ今は大丈夫だね。じゃあ2200、まあでもこれラッシュウォリアーでなんかあれすんのか。ウォーリアーズブースター、なるほど。あー、これであれか、ラッシュ魔導士の力、やばいカード入ってんじゃねえか。あ、やばい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 、あ、やばい。え、それはやばいよ、それはシンプルにやばい。ちょ、それはシンプルにやばいって。え、あ、